ご意見を頂戴しているようなので、ご予算を紹介してください。
原発の運営、それから防災、すべてにわたって総合的に責任を持つ、例えばもっときちっとしたその司令塔のような組織をきちっと政府が作るべきだと思います。時間が迫ってきています。まあ今日こういう原発政策を見てきたわけですけれども、福島原発の事故では、未だに9万人近い方々が避難生活を強いられています。